皆さんこんにちは。私はサマです。今日は竹久夢二さんを紹介します。竹久夢二さんは1884年岡山を県で生まれました。そして昭和9年に亡くなりました。竹久さんは日本の画家、詩人です。彼の絵は美人画です。18歳の時、早稲田実業学校に入学しました。私は竹久さんの絵とても特別なと思います。初めてこの絵を見たのは日本で旅行した時です。私は日本の店でお土産を探している時、このハガキを見ました。綺麗だと思って私はこのハガキを買いました。買ってきてネットで竹久さんのことを調べました。意外なことに中国のたくさんの作家や画家が竹久さんの絵を好きです。特に有名な人は中国の漫画家丰子恺さんです。びっくりしました。私は子供の時丰子恺さんの漫画が大好きです。丰子恺さんが日本に留学した時、竹久さんの絵を見てとても好きになりました。後に影響を受けました。私は初めてこの絵を見た時、どこかで見たことがあるような気がしました。今は理由をわかりました。竹久さんはプロの画家じゃありません。彼は自分で絵を習いました。竹久さんの絵は詩によく似ています。いつも旅の寂しいことを話しています。絵画の中の美人はすべて悲しそう。でも美しいです。なぜ女の人だけを描いていたのか、私はちょっと気になります。やっぱり女の人に人気があるからでしょう。いいですね。残念なことは、竹久さんが亡くなってから、彼は有名の画家になりました。皆さんもこの美しの絵を好きになったら嬉しいです。ありがとうございます。質問がありますか？